エルムアは、スペインバスク州ビスカヤ県のムニシピオ。コマルカとしては、ドゥランガルデアの構成自治体の一つである。面積は6.17平方キロメートル、2014年の人口は16,109人、2014年の人口密度は2,610人、平方キロメートルである。ビスカヤ県とギックスコア県の県境に近く、地理的には、デバ川が形成する谷に位置する。 1843年の人口は451人だった。1930年代後半のスペイン内戦の際、エルムアを含むビスカヤ県は共和国側に立って戦った。しかし、1937年初頭には近隣のギプスコア県エーバルを反乱軍が平定し、1937年春にはゲルニカ爆撃などを行った反乱軍がビスカヤ県にも進軍し、 1939年には、スペイン内戦が共和国側の敗北に終わった。第二次世界大戦終結後の1947年、の人口は1411人だった。1961年の人口は3029人だった。1967年の国勢調査による人口は11857人で、あり、その後は隣町エーバルのベッドタウンとなった。 フランコ独裁政権が集結した1976年、エルムアの人口密度は2434人、平方キロメートルであり、ビルバオやバルセロナにも勝っていた。1980年代の工業危機により人口は減少し始めた。バスク地方の不安定な政治情勢は、エルムアにも影響を与え、1997年には国民党選出のエルムア市議である、 ミゲル・アンヘル・ブランコがバスク祖国と自由によって誘拐された後に殺害された。この後、1998年には反テロリズム運動団体のフォロエルムアが設立された。フォロエルムアはスペインの市民組織。メンバーは主にバスク州に居住するスペイン市民で構成されている。1998年1月に設立され、2007年からの会長は ミケル・ブエサである。1997年7月、国民党から選出されたエルムア市議のミゲル・アンヘル・ブランコがバスク祖国と自由に誘拐され、殺害される事件が起こった。この殺害事件は、エルムアの精神と呼ばれる地元運動及び、ブランコの誘拐殺人後には、多くの地元住民の間に連帯意識の感情が生まれた。フォロエルムアは、 エルムアの精神を継続すべく、1998年1月に設立された。2007年からの会長は、ミケル・ブエサである。ミケル・ブエサは、マドリード・コンプルテンセ大学の経済学教授であり、2000年に ETA によって殺害されたバスク社会党の政治家、フェルナンド・ブエサの弟である。立ち上げメンバーは、以下の人物などである。エルムアは、 バスク州ビスカヤ県の東部にあり、コマルカの中でも東部にある。デバ川の支流である、エゴ川が形成する、幅の狭い谷に位置する。不規則で急な斜面に象徴される地形の起伏によって、居住可能な空間は限られており、エルムアはバスク州の中で、最も人口密度が高い町の一つとなった。政治的には、ドゥランガルデアに含まれるが、地理的には、 マリャビアやサルディバルと共にバホデバに属している。エルムアはデバ川の支流であるエゴ川が形成する谷の上流部に位置している。エゴ川はエルムアの近くでオイス山やウルコ山に源流を持ついくつもの流れを集める。エゴ川の最上流部の流れはギプスコア県エルゲタやビスカヤ県サルディバルを通って南から北に流れるアイショラ川を形成する。アイショラ川は エルムアの南数キロの位置に、アイショラ貯水池を持っており、この貯水池は、近隣の町々や、エーバルに水を供給している。エゴ川が形成する谷の幅は狭く、近隣のエーバルで起こっているのと同じように、都市部の平地は、建物で覆われるようになった。エルムアの町は、標高1026メートルのウルコ山と標高793メートルのオイス山に囲まれている。 その谷は、サルディバル山、エルゲタ山、エゴアルビサ山も700メートル近い標高を持つ。これらの山はとても急峻であり、斜面は町に向かって急落している。デバ川の谷とイバイサバル川の谷を、鉄道や高速道路が結んでおり、エルムアの町を N-634 号線が走っているが、高速道路の AP-8 号線は、エルムアの郊外を短絡している。 東西方向に N-634 号線がエルムアライブを通っており、やや南側をより大きな A-8 号線が並行している。日本の道路同様にギプスコア県の県とサンセバスティアンとビスカヤ県の県とビルバオーをバスク鉄道の狂気鉄道路線が結んでおり、エルムアは両都市の中間付近にある。エルムアとバスク海岸は ス二 -2301 号線で結ばれており、西に 3km 離れた近隣のマリャビアとはス三 -3302 号線で結ばれている。北と西はマリャビアと南はサルディバルと東はギプスコア県エーバルと自治体協会を接している。市街地中心部やオンガライ、サンペラヨ、オキン、スリ、サンターナ、サン、ロレンソなどの地区で自治体が構成される。 これらの地区はとても自治体中心地に近接しており、市街地中心部そのものを形成している。町の経済は金属化工業に基づいている。自動車部品産業はエルムアにとってとても重要な産業であり、その他には工作機械や自転車などの工場がある。かつては露天掘り鉱山が創業していたが、農業や林業の第一次産業は未発達である。 エルムアシ議会の定数は17である。2007年の自治体選挙では、バスク社会党が48.66%の得票を得て、17議席中9議席を獲得した。2011年の自治体選挙では、バスク社会党が37.67%の得票を得て、17議席中7議席を獲得した。その他には、国民党が四議席、ビルドが三議席、 バスク民族主義党が2議席、バスク統一左翼が1議席を獲得した。ありがとうございます。